リンジー・バンはアメリカ合衆国、ミシガン州デトロイト出身のスキージャンプ選手である。ノルディックスキー世界選手権スキージャンプ女子の初代チャンピオン。7歳の時アルペンスキーをはじめ、1993年9歳の時、ユタ州のユタウィンタースポーツパークでスキージャンプを始めた。2001年1月から2月にかけて行われた FIS レディースグランドツアーで総合4位と頭角を現し、2003年の FIS レディースグランプリではアネッテ・サーゲン、エバガンスターに次ぐ総合3位となった。2004年のノルディックスキージュニア世界選手権では銅メダルを獲得。この年にビケルスンのフライングで171メートルの自己最長ジャンプを記録した。コンチネンタルカップでは2004-05シーズン、2005-06シーズン連続してサーゲンに次ぐ総合2位となった。2009年ノルディックスキー世界選手権で初めて正式種目となった女子個人ノーマルヒルは雪が降りしきるあいにくの天候となった。バンは1本目4位タイにつけると2本目 97.5 メートルの最長不倒を飛び、サーゲンやウルリケ・グレッスラーらのライバルを抑えて初代女王となった。2011、12シーズンより始まった女子ワールドカップでは2戦目のヒンターツァルテン大会で2位に入り、その後、ヒンツェンバッハ大会で3位となり、総合5位であった。2年目以降は表彰台に登壇できなかった。女子個人ノーマルヒルが初めて採用された2014年ソチオリンピックは15位となった。3月のワールドカップルシュノブ大会の公式練習で転倒し左膝を受傷、十字靭帯部分断裂で手術は成功したが、その後は競技に復帰できず引退となった。ありがとうございます。